落合直文から1903年12月16日は、日本の歌人、国文学者。元の名は、あゆかいもりみつという。ビンゴ広島藩三原城主浅野家の歌臣落合久氏の次男。初代気仙沼町長のあゆかい聖徳は、長兄朝鮮語学者のあゆかいふさゆは実定。道の区国も豊主軍松崎村あざへん浜にて、 仙台半田手家一家筆頭の家柄で、あゆかい太郎平森房の次男として生まれた。11歳から13歳にかけて、仙台の私塾、神道中教員で漢学などを学ぶ。1874年、国学者、落合直明の養子となる。養父天人で、伊勢に移り、神宮教員に学ぶ。1881年に上京し、二小学籍に通った後、 翌年には、東京大学文科大学古典講習科に入学。1884年、中退し、入営、3年間の軍務を務める。1888年、伊勢神宮教員時代の死、松野伊に招かれ高典高級所の教師となり、教育者、国文学者としての道を歩む。翌年からは、第一高等中学校、東京専門学校。 東京外国語学校、アトミ女学校など多くの学校にて教弁を取る、傍ら、歌集、文学全書の刊行など多彩な文筆活動を展開した。とりわけ1889年には森大外らと共に同人組織の申請者を結成し、8月に日本近代史の形成などに大きな影響を与えた教約の詩集、面影を刊行した。 なお、一高時代の教え子には、小野江採集がいる。高天高級所、国学院、国学院大学には晩年まで在職した。1893年には、先行者を結成し、与謝の鉄管、小野江採集、金子訓園、あゆかい海園、久保井の吉、服部と春などが集まった。1903年、廃出館のため、東京市本郷区、朝霞町の自宅で死去。 42歳を打つ。母書は青山霊園。先行者にて、短歌の改革に努め、その後門流から与佐野明子、石川拓木北原白州などを排出し、ロマン主義的近代短歌の源流となった。また、日本大文典、言葉の泉などの文法書や、辞典の編集観光に尽力し、功績を残した。直文は、明治の新時代に、 古来の和歌が一般人に平易な言葉で作家できるよう、不信し、また、貴族、老人のものであった和歌を若者にも作家できるように、努めた。また、門邸には先達の真似をすることを戒め、個性を大事にした。門邸の中では、帝大卒の尾上え採集や久保井の吉よりも、学歴のない良さの鉄管や金子訓演により、大きな期待をかけていた。明治年に、 鉄管が創始した、名状には、慣習の協力や家分を寄稿した。代表的な新体使に、桜井の決別、工女白菊の歌の名作を残し、また短歌に、日落しのよろひをつけて、立ちは来てみば、やとぞ思う山桜花等がある。上記の歌によって、日落しの名を踏みと呼ばれた。歌集、面影は、役者名を伏せて、SSS とのみ署名されたため、 役者が誰なのか話題になったという。その申請者の同人は、森尾外、井上道康、市村三次郎、三木武次、小金井紀美子、直文本人の計六名。ただし竹には、面影の協約に参加していない。岩井博士、作家の臨終、母比辞典82ページ。ありがとうございます。